杉さんはもうずっとね、それこそ長いお付き合いなんじゃないですか。杉君ですか、そうなんですよ。だからまあナイアガラトライアングルのボリューム2で、佐野元春君が、杉君と一緒にやったのがきっかけでしたけどね、はい、あ、その出会いがね。あ、そうですか。で、うん、なんかね、そのナイアガラトライアングルボリューム1の3人の関係、はい、それからボリューム2の3人の関係でいくと、僕と杉君が同じ位置にいるんですよ。面白いもんね、なんか例えば佐野君と山下達夫さん、山下君はなんとなくすごく生真面目で、うん、こう若獅子っていう感じのね、はいはい、世代は違うけども、はい、で大滝さんは一人で同じ で、で僕と杉君はなんとなくバラエティ好きでお笑い好きでそう、裏ゲートライアングルの2人みたいなね、1と2のコント好きでダジャレ好きで指名してましたかのように似てるんですよね。なるほど。でそんなことで気があって、よく一緒にこうライブやったりとかそういうことが結構多くて、杉さんもね、本当にお笑い好きだもんな。あの人のセンスちょっとすごいですよね。いや、もう驚きますよ。センスって今音楽とか言ってませんよ。 お笑いのセンスの話は、そう、もちろん音楽もそうだけど、まあ、お笑いのセンス変わってるもんな。これ言っちゃっていいのかどうかわかんないんだけど、夜中に、メール入ってきて、あ、たまに動こうと思う、来るでしょ、そうね、こんな曲できましたって、ゲッティングベターあるでしょ、あれカタちゃんオッケーですよね、はい、カタちゃんオケで、カタちゃんは歌があるから、そのオケ使って、ゲッティングベターウォンドっていうのを録音して夜中に送ってくるんですよ。それで、もうおかしくて、その、温度として歌ってるんですよ。英語なんだけど。でもね、そういうなんかこう人を喜ばせようっていう、ね、いつもこうなんか、あとエイプリルフールに必ずメールが来ます。くるくる。そう。ね、そう。結構なんかちょっと今年なんだっけな、なんかオカマのライブだったかな。なんかそういう、そうそうそう、ニューハーフのライブみたいな。そうそうそう、来てねみたいな。そう、そんな、メールが来たな。で一時なんかFM かなんかやってた時に、例の山井誰教授シリーズずっとやってたでしょ。ですからどうなんですかって言ってた。どうなんでしょうかっていうね。あれでいつもダジャレかなんかでオチがつくから、いつもダジャレ募集してたんですよ。でみんな水泳の仲間ダジャレが浮かぶと、メールとかしてたんで、俺も浮かんでね、なんだよ、医者のギャグでね、先生、僕低血圧でちょっと困ってるんですよ、僕は、高血糖も辛いけども、低血糖も辛いぞ、低血糖も辛いぞ、低血糖トゥライドっていうのをね、夜中に浮かんで、低血糖トゥライドと送った。低血糖トゥライド、低血糖トゥライド、低血糖ライド。そしたら、結局まあ番組では使われなかったんですけど。そんなことばっか考えてる杉さんって。そう、杉君といるとそういうふうになっちゃう、ね、僕もそうですね、杉さんといるとダジャレ系が、ダジャレ系なるなあ、あの人好きだもんな、そんなそう、この番組来てもそんなことばっかやってる。あ、そうなの。やっぱりな、山井誰教授が大体1回出ますね。そう、突然来ます、山井誰さんは。あれだ、例のアロハブラザーズ、そうあれにも入ってますよね。参加させていただいてます。大工もね、銀さんもね、僕も入りましたけど、だからやめてほしいんですよ。僕だけなんでリバーブがかかってるんですか。リバーブがかかってた。なんかリアルな人わかんない、なんだっけ、ビーチボーイズのあれ、サーフィン USA とか、あの辺の詩吟で吟じてくれって言われて、そうそう、吟じて、そうで、僕だけリバーブがかかってるんです。そうだそうだ、詩吟だ、そう、ゲリランってやつやらせていただきました。あれやっぱ銀次さんっていうとこから銀次でくれってことになったんですか。いや、これはね、杉マジックなんですよ。杉マジック実はね、僕が行った時には何も決まってなかったんで、そうだ、銀次さんか、銀次さん何やってもらうかな、何がいいかなって、そうだ、銀次だしなーなんて。そういうのはある現場処理、ビジボイズを銀次でもらおうかなーなんて言って、でまた僕も僕でね、ビーチボーイズを吟じる、なんだろうなって、そうそう、なんかこうインサイドアウイン、例えばインサイアウサイなんて、こういうのどうって、次にさ、いいね、皆さんそれいいね、いいね、それ行きましょうなんて、ゲリランっていうのでいいね、それ行こう、乗せられちゃった、その前取って、その前取られちゃった。じゃあ何かやってくれってね、メールも結構来てるんで、
こちらはアキコ、まあ FFA で最後にみんなでやった曲良かったです。お二人でできますかって。最後にみんなでやった曲、バスストップ、バスストップとかツイサンシャウトとか、ツイサンシャウトかな。いろいろやりましたね。ね、バスストップ良かったですね。そう、ヒアカムズサンもやったかな。あ、ヒアカムズサンもやりましたね。あ、結構人数いないとできないとかもね。そうですね。あれ面白かったね。あのツイサンシャウト、大野真澄さんとかいて、ボーカルさんと順番にあーって入ってくところ、その直前になった坂井くんが、それでは年の順にって、大野さんがボーカルさんって、その次俺が言って、ものすごくわかりやすいあのサジェッションだったよね。年の順一番わかりやすい。わかりやすい。でもツイサンのシャウトのあーを年の順っていうのはね、まあ僕らが初めてでしょうね。そうですね。年の順。やっぱ若い人上行けますからね。そうなんですね。黒崎君上行けちゃう。高い方ほどやっぱ若い人の方がね、元気があって。元気があってよろしい。